池袋東口をご通行中の皆様、こんにちは。日本改革党靴沢良治を応援する世田谷支部長長谷川誠と申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日はですね、僕の推しメンこと靴沢良治日本改革党党首を応援に来たわけですけれども、なんでこの靴沢良治党首を応援しようかと思ったきっかけはですね、日本の国会議員に結構親中派の議員さんが多いなぁと思ったからです。なんでウイグルでジェノサイドしている国とビジネスをしなきゃならないのか、僕は会社を経営したことがないので分かりませんが、そういう国とビジネスはしたくないんですよね。靴沢さんは反中国共産党、そして新日本、まあ言い方を変えると愛国心のあふれている議員だからです。前、豊島区議会議員をやっておられたので、議員さんの仕事のノウハウはだいぶ分かってらっしゃると思うので、それを、参議院議員として国政に出てもらいたいと思います。もうネタがつきましたので、党の本人に交代いたします。よろしくお願いします。はい、皆様、こんにちは。私は、足りないのは髪の毛だけという浦安支部の佐川信之と言います。ちょっと笑うところですよ、皆さん。今ですね、子供たちの人口がどんどん減ってきていると。5年ぐらい前、同じ年に生まれた子供たちは100万人切るんだというふうに言われて、子供たちが減ること自体はもう20年も30年も前から分かってたことですね。でも5年前にもう100万人切ってしまうよ、同じ年に生まれた子供たちが100万人切ってしまうよと言ってるのに、何をしてたんですか。今までの政党、今の政党、既存の国会議員は何をしてたんですか。今出生率は 1.2 倍、そして同じ年に生まれる子は72万人ですよ。たった4、5人でですね、20万人以上も子供たちが減っている。その間与党は何をしてたんですか。結局何も決められずに、選挙前だけ威勢のいいこと言って、結局は自分の利権を漁ってた。じゃあ野党何してたんですか。野党はこの大事な時に盛りかけ桜じゃないですか。皆さん忘れたんですか。こんなことをですね、皆さん許していいんですかっていう話なんですよ。こんなですね、子供たちが減るのがもう20年も前から分かってたのに、何の手立てもせずに100万人切るよって言って何もしない、こんなことをですね、いつまでも続けていいんですかと。そしてなんと外国人に言われました。あのステラの電気自動車のイーロン・マスクさんに、日本はこのまま行くと消滅しますよと外国人に言われてるんですね。当たり前ですよ。 1.2 倍ということは1世代で人口が半分になるということなんです。ということはですね、30年後には私たち日本の人口は6000万人になってしまうんですよ。6000万人ですよ。1億2000万いる我々のこの日本がですね、6000万人になってしまう。じゃあ今既存の政党、既存の国会議員は何をしようとしてるんですか。外国人を入れましょう。働き口を日本で提供しますから、外国の方は日本に働きに来てください。そして外国人の留学生は日本の
宝ですから、ぜひ日本に留学に来てください。じゃあ日本人は どこ行ったんですか。そこで日本の外国人がいっぱい来るのはいいですけども、私たちの文化はなくなり、そして私たちこの30年間給料上がりましたか皆さん。私がまだね、はい、会社に入ったばっかりの時ですよ、初任給15万ちょっとくらいだったんですけど、今初任給いくらですか。同じでしょ。じゃあ税金いくらですか。私たちが若い頃税金確か 25% ぐらい、今 48% ですよ皆さん。給料上がらないのに税金ばっかり上げて、既存の政党と既存の国会議員は利権をむさぶる。私たちはこの国会議員に言うことがありますね。一体今まで何をしてきたんだと。あなたたちは日本のために何かしてくれたんですか。この日本を戦後復興したのは明治時代に生まれた人たちです。今の人たちは関係ないですね。明治時代の教育を受けた人を日本が復興して、昭和戦後生まれた政治家は何をやってたか、自分たちの利権です。人口が減ろうが電気代が高くなって、年間私たちは2万円もの賦課金をかけられようが関係なし、自分たちの利権ですよ。そしてあろうことか太陽光発電だとして年間100何十兆ものお金を使おうとしている。でも子供たちには子供庁だとしてちょっとだけですよ。18歳以下は全部無料ですよ。当たり前でしょ。日本の宝なんですから。18歳以下衣食住全部無料、部活にかかる費用全部無料、志のある塾のお金全部補助、このぐらいやって初めていいんでしょ。そして今日本でおかしいと思うことありませんか。歴史教育ですよ。やれ従軍慰安婦がどうだこうだ、南京虐殺がどうだこうだ、あんな嘘ばっかりをですね、嘘ばっかりを子供たちに教え、ある歴史教科書では1ページをめくると沖縄の反戦デモの写真ですよ。こんなことでですね、子供たちが自分の国を誇りに思う国になるんですか。皆さん目を覚まらさなきゃいけないです。今の政府、今の国会議員、一体何をしてくれたんですか。子供たちの自殺は OECD 加盟国第世界一、子供たちが精神病患者になる率、これは世界一。何をしてくれたんですか。私たちの今の国会議員は皆さん変えなきゃダメ、目を覚まさなきゃダメなんです。今ここで目を覚まさないと国政選挙もう3年ないんですよ。必ず今ここで私たち日本人は目を覚まして、自分で勉強して、そして本当に国を愛する人に今一票を投じなければいけない。そして勉強して本当に国の愛する政党、本当に国を愛する政治家に対して選挙に行かなきゃいけない。今の既存の政党は我々に選挙行ってほしくないんです。本当はそうでしょ。自分たちは組織票があるからお前らは来なくていいと思ってるわけですよ。そんなことをですねさせて、お前らは税金だけ払えよと、お前ら人口少なくなっても外国人入れるからいいよと、こんなですね既存の政党に我々は任しといていいんですかって話なんです。ぜひ楠沢良治という男は命がけで挑戦します。国会議員がなりたい、国会議員の椅子に座りたい、そういう思いではありません。必ず日本のために命がけで働いてくれると思います。ぜひ応援をよろしくお願いいたします。私の話はここまでで、最後一回やりたかったんですけども、日本改革党のキャッチフレーズで終わりたいと思います。私が
デトックスって言いますんで、ジャパンって言ってください。3、2、1、デトックス。ありがとうございます。失礼します。佐川支部長のですね、とても熱い演説の後にとてもちょっと恥ずかしい感じがしておりますけれども、豊島区の支部長を仰せつかっております、斉藤と申します。来年の選挙で、出る予定でございますので、ぜひお見知りおきようということを一言申し添えておきます。ですね、その佐川支部局長がちょっと熱すぎてですね、私の言いたいことを全部言われてしまいましたので、私はちょっとですね、経済のこと、こちらをちょっといろいろ調べておりますので、そちらをお話しさせていただければというふうに思います。先頃ですね、安倍元首相ですねが、日銀は、政府の子会社のようなものだと言ったところですね、左界隈が大騒ぎしまして、そんなことあるかいと、独自性が法律でも担保されてんだみたいなことで大騒ぎしておりましたが、あれ事実です。その株に相当する、株券に相当する、会社の株券に相当するものを政府が 55% 持っておりますので、実質上は子会社のようなもので、法律上は違うんですけどね。なんでこれが子会社のようなものかっていうと、お互いの赤字と黒字を連結決算で相殺できちゃうっていうところが一番の問題なんです。難しい話はどうでもいいんですけど、要は日銀が政府の債務である国債を買い取っているので、実質上の政府の債務は減っているよと、そういう話です。でそれが今500兆分くらいあるんですね。政府債務が累積で1200兆とか大騒ぎされておりますけれども、これはですね、このうちの 50% くらいは日本銀行が持っております。でここと相殺しまして、救急車、本当に救急車とかああいう緊急車が通るとですね、歩行者も車も全部ああやって道を譲ってですね、通る、こういう秩序が保たれているのが日本の、すごくいいところだと思うんですが、その話は置いといて、そういうわけでですね、政府の国債というのはもう半分ぐらいないも同然なんですが、で悪辣極まる財務省はですね、いまだに政府の方の国債は日銀分も含めたもので発表してます。これは本当はやっちゃいけないんですよ。てか世界どこもこんなことやってないんだけど、他の国は、なぜか日本国の財務省だけをこれをやります。なのでみんな、1200兆円もあったらやばいじゃん、これどうやって返すの、税金上がるの、しょうがないかなって思ってると思うんですけど、これは全てまやかしです。政府が借金して国債で民間に お金を払いますとですね、実は民間の資産が増えるんですね。赤字がそのまま黒字になるというふうにお考えいただければいいと思うんですが、一番分かりやすいのが、一昨年ですかありました、特別定額給付金、12兆円分ぐらいの国債を政府が刷って皆さんの口座が10万円ずつアップしました。これまさにね、政府の債務が私たちの資産になった瞬間なんですね。あれね、あれ全部ね国債でやったんですよ。他の、そのために徴税したりとかしなかったでしょ。特別定額給付金税とかやなかったですよね。っていうことは税金で払ってないっていうことなんですよ。簡単に言うと国債を発行していろんなものを支払いをしてるんです。で税金っていうのは後からそれを徴収する、そういうことになってるんですね。でじゃあその税金はって言ったら、先ほど佐川局長が、支部長がですね、すごく熱っぽく語ってましたが、私たち 48% ほど税金、その他の保険料を取られています。五公五民ですよ。これ江戸時代なら一揆の世界ですね。こんなことをですね、ずっと、自公政権、その前の民主党政権、その前の自民党政権、すべて、ずっと累積でやってきた結果が今の私たちの状態です。世界中どこを探してもですね、この30年間経済成長をしていないのは我が国だけです。実質賃金が下がっている。実際に私たちが、パンを何個買いますか。97年ぐらいから 今までの統計を見ますと、
16ポイントほど下がっています。昔は100個買えたものが今84個しか買えなくなっているんですね。そのぐらいに私たちは貧乏になっている。ところがこのことをですね、テレビも含めメディアは一切報道しないんです。いや、こんなのね、早く潰した方がいいですよ。 NHK なんて私たちからね、そのでお金取ってその国民のための放送をしなきゃいけない、そういう 放送局なのに、あの国民の共有財産の電波を乗っ取って何やってるかって、こんなこと一つも報道してないんです。私たちのためになることは一切やらないんです。で、まあ日本改革党は実はそこが出発点なんです。テレビがおかしいぞ、 NHK おかしいぞ、これはなんかおかしいぞって言ってる間にですね、我が党首はですね、まあやっぱ国政がおかしいだろうということになりまして、その最初に疑問を持った、そのまあ国民のためになるべきもの、それを国政でもやりたい、そういう熱い思いで立候補してます。こういう人を国会に押し上げていただいてですね、ぜひ今のようなことを暴露したいわけです。私たち日本改革党は、皆さんが知ればそれはおかしいよって話になるんです。今の放送メディア、テレビ、新聞、すべてこういうことを報道しなくなっちゃってます。なんでか、先ほど佐川局長も支部長も言ってましたが、利権があったりとか、あるいは忖度があったりとか、そういうことがあるわけですよ。こんなことを許してはいけません。なので早いとこですね、我が党首を国政に挙げていただいて、皆さんもそろそろお話聞きたいでしょうから、バトンタッチしたいと思いますので、ここで、楠田党首の熱い思いを聞いていただきたいと思います。では楠田党首お願いします。